どないだよこの髪型は。天気が悪そうだな。おはようございます。テロップをね、打ってくださいね。私おい、寝起きよ。ガンさん、フーコさん、ミッチさん、アーリーさん、タケさん、カラさん、音速の貴公子さん、ノリッコさん、鈴木一郎さん、キムさん、ヒサさん、バンフィーさん、ヤンロクさん、ガタジエさん、ミラーさん、アランさん、ヒロシンさん、ドンテンさん、ガタジエさん、おはようございます。ガタジエさん、ケイト、ありがとうございます。佐藤美猫さん、スエンさん、トロネオさん、 FTO さん、クライスさん、イーストさん、おとゆきさん、カワムーさん、ガトランティスさん、ナモナモさん、おはようございます。ヤンロクさん、ケイト、ありがとうございます。オルニストさん、カツトシさん、カリン姫さん、ストムさん、おはようございます。バンフィーさん、ケイト、ありがとうございます。里正さん、おはようございます。イースさん、藤うさぎさん、ドンテンさん、ケイト、ありがとうございます。シグさん、おはようございます。かわいい、ありがとうございます。ハクロウさん、ケイト、ありがとうございます。こんにちは、おはよう。スエンさん、バラ、ありがとうございます。ねえ、びっくりする話していい？びっくりする話っていうか、びっくり話するね。起きたの28分。やばくない？すごくない？逆に危ねえ。よかった、目覚まし気づいた自分ないっす。いや、7時と7時15分にかけてたんだよ、目覚まし。全然余裕で、余裕で28分。びっくりした。さっき、なんか目覚まし鳴ってんじゃん、携帯見るじゃん。あ、28分か。ん？ 28分。ガバーみたいな。寝起き日本やばすぎる。ブスすぎだし、ごめんね。あ、桜町、え、これね、総一さん、渡り鳥さん、ちょっと待って、飛ぶわ。あ、おひなと結婚さん、こんにちは。ガードマンさん、こんにちは。やばすぎだよ。あ、未来さん、こんにちは。仕事の準備しながら、ありがとう、忙しい時間帯に。ヨッタさん、オリゼさん、ムクロジさん、おはようございます。トーリさん、鈴人さん、ハート、ありがとうございます。ミンさん、ホリさん、ハウチムさん、グフさん、おはようございます。いや、やばいね、本当に過去一やばい。うん、ミルクテイさん、おはようございます。キラキラ、ありがとう。いや、なんかでも過去一やばいけど、
なんかまだ前髪がこんな感じでよかった。なんかもうこうとかなってたら終わりじゃない？なるまっつんさん、こんにちは。はい、スノーさん、おはようございます。会社行きません。お疲れ様です。いってらっしゃい。気をつけて。おばかさん、アンドリューさん、こんにちは。おはよう。やばいよ、みんなこれでもいいの？こんな美女で許してくれんの？マスルさん、こんにちは、おはよう。ハート、ありがとうございます。ニックネームさん、おはようございます。ホリさん、かゆかゆと、ありがとうございます。寝起きに船でもビジュッと食べさぼててなくないか、これさすがにやばくない？大丈夫、いけてる？いけてんの？大丈夫？でも28分でよかったなと思って、これ38分だとまた話が変わってくるから。よっしゃ、おはようございます。え、寝起きだよ。もう7時半から配信じゃん。28分に起きたから今日、さっきもう今起きた。寝起き10分経ってないまだ。むしろ取り繕ったりせずお顔見せてくれ優しい、涙出るわ。やばいよ、ほんと嫌いになんないで。ごめんね、許して。私も人間だから、寝起きの瞬間くらいはあるよ開き直らないの遅れてはないからまだ良かったよね、今日はね。つぐみは穏やかで優しい風さん、おはようございます。ヨッタさん、ハートの編み物、ありがとうございます。うわ、ドーナツ屋さんとかいいな、ドーナツ食べたい。ハイシュージョさん、123、オーコンさん、熊の花束さん、おはようございます。オリゼさん、ニックネームさん、ケイト、ありがとうございます。え、ヒリヒリ好きが増してるけど大丈夫？大歓迎、大歓迎、ありがとう、本当に。いや、なんかさ、ずっとさ、お昼から配信してたから、私そう、このイベントはね、朝配信さ久しぶりなのよ、この時間久しぶりなの。せめて髪の毛くらいはね、溶かそうかなみたいな。6時半起き、おいちょい、早すぎる、すごい。みんな気をつけてね、仕事とか行く人は。123、ハート、ありがとうございます。豆の目さん、おはようございます。ちょっと待って、このさ、本当にさ、このさ、前髪が終わりすぎてない？さすがにどうしたらいいの？パウダーでなんとかなるのかな。この後で洗えばいいからさ。どういうこと？パウダーとかの問題なの？これてか眉毛サロン行っといてよかった、昨日。ダルマッツンさん、豆の目さん、ハート、ありがとうございます。今回の眉毛いつもより可愛いということ一緒だよ、いつもと。青猫さん、豆の目さん、おはようございます。デザインは一緒なはず、なんか違う、若干なんだろうね。全然パウダーがどうとかじゃないわこれ。ヨッシーさん、カズーさん、ケンさん、おはようございます。うん、全然パウダーがとかじゃない。まあよし、
本当はメイクしようとしてたのに全然無理。若干違いがある。多分本当なんだろう、綺麗な眉毛だ、気分がいいぜ。プラムさんおはようございます。みんなお仕事か、今日火曜日か。そうだね。ひろひろしさんおはようございます。いや今日本当はあの秘密な焼き芋さんに行ってこようと思ったんだけど、火曜日が定休日ってことなので明日行こうと思ってて、そう楽しみ。なんか持って帰ってこれそうだったら持って帰ってきて食べたいなと思うし、あの無理そうだったら食べて感想を伝える。ひろひろしさんおはようございます。バラありがとうございます。日曜日に向けて自分で自力、えちょっとやばいんだけど自分でね、眉毛と眉毛と鼻毛を整えた。あいいじゃないですか。鼻毛を整えるってどういうこと。ひろひろひろさんおはようございます。ケイトありがとうございます。ポンさん、マサさん、クジジーさんおはようございます。プラムさん、ケイトありがとうございます。今通勤途中、お疲れ様。電車気をつけてね。マサさんハートありがとうございます。バンブーさんおはようございます。何本か、え普通に1本、え分かんない、メニューが分かんないとか言ってもさ、でもとりあえず1本じゃない？食べきれないもん。食べれないのを買ってもさ、もったいないじゃん。保存が効けばいいんだけどな。ハッピーアイスクリームさん、ひろいちさんおはようございます。バンブーさん、ケイトありがとうございます。荷造りできない人だから今日から少しずつ、確かにちょっとずつの方がいいよね。急いで詰め込むと忘れるし、私結構そういうタイプ。私はギリギリまでやんなくて、てかなんなら前日の夜中とかまでやんなくて、で夜中にやって忘れ物するタイプです。カンさんおはようございます。まずは服を決める。いや本当だよね。えマオもさ、何気に荷造りしないとやばいから、もうそう、マオもちょっとずつやろうかな。モーコンさん、ケイトありがとうございます。 BPM188 さんおはようございます。ひろいちさんハートありがとうございます。かんさんハートありがとうございます。いつもそうなるから今回は本当にね、何なんだろうね。だからもうさ、最悪買えばいいやみたいなさ、あのあれだからダメだよね、うん、なんかね、靴を持ってきてってそういうことじゃなかったっぽい。さすがに衣装はあるみたい。なんかあのそこで履きやすい靴みたいなのを持ってきてくださいっていうことだった。必要だったら、だからスリッパとかそういうことよ。なんかバレーシューズとかそういうことじゃない。なるほどって感じ。だってさ、分からんもんね。だって服とか写真とか送ってもらうとさ、めちゃくちゃ見当違いな靴とか持ってってたらおもろいじゃん。太郎さんおはようございます。ひささんハートありがとうございます。待って、今日配信250日目だわ。やったー。ピッ。あー眠ー。いやみんなのほんと眠いよね普通に。え250日ってやば。
そろそろ仕事行くが違う。ありがとう。乗り切ってね。夜もよかったら来てね。待ってるよ。いってらっしゃい。デジデジさん、ヨハさん、おはようございます。250日やって、すごいね、びっくりだね。次なる目標は300日です。うん、300、350、365がとりあえず目標。え、やばくない？あ、ヤケルさん、おはようございます。え、気温20度超えるの？この感じで。え、なんかさ、昨日さ、私夕方ぐらいから出かけたんだけど、昨日の夕方ね、昨日って夕方も暑かったの。なんかさ、パーカー、黒のパーカーにちょっとなんかまあ薄手のコートっていうか羽織みたいな着て行ったの。でもあったかいって聞いてたから、ヒートテックとか着ずにさ、パーカーを着てたの。前松さん、ケイト、ありがとうございます。そう、そしたらさ、でもパーカーが結構分厚めでね、でさ、買い物するってなったら、まあ、室内だからさ、それで買い物してたらさ、めちゃくちゃ暑くて汗かくのよ。123親衛隊182人目、ありがとうございます。初めてさんだ、ありがとう。サトシオンさん、おはようございます。そう、私のホルモンバランスが乱れてるから暑いのか、シンプルに暑かったのか、どっちなのかなっていうのはめちゃくちゃ気になってて、でもそんな時間帯外出てねえよって人が多いか、ガチ夕方4時5時ぐらい。てか普通にあのさ、施設内が暑いだけかな、商業施設の中みたいな。そういうことかもしれない。でも待って、おもろ、え、すごくないこれ。え、一緒にいる一緒にいるのっていうくらいさ、いいあのかぶり方してるけど、ワンワン心がハートに火ついてるタイプね。マグネーさん、おはようございます。昨日はちょっと寒かったよ、新潟だから参考外。昨日はあったかったよ、参考にならない、新潟の北のものじゃん。え、でもあったかかったんだ、そっちは。あ、夕方は雨降って寒くなる。なるほどね。なんなんだ。めちゃくちゃおもろい。じゅんくん、おはようございます。みんな似てくるね、なんかね。うん、いいことよ、仲のいい証拠だ。なんかあの、なんだっけ、帰りはさすがにちょっと寒いなと思った。肌寒かった、風が結構吹いてたから。こっち、シジュウカラさん、おはようございます。そうなんだけど、なんかなんだっけ、あ、そうそう、その行ってとかは、行きはすごい暑くてびっくりした。シジュウカラさん、ケイト、ありがとうございます。昨日室内は暑かった、会社で暖房ついてて何も言わずに消して、そっと消してる人いるし。いや、そうだよね、そう、なんか屋内が暑すぎるっていうのはある、正直。天ヶ崎さん、おはようございます。普通に暑かった、あと花粉で泣きそう。あー、花粉ね、
え、私自覚してないってことはさ、春花粉は平気なのか、もしかして。あ、小石井さんおはようございます。春花粉克服っていう説もなきにしもあらず、なきにしもあらず。けいちゃんおはようございます。天ヶ崎さん、ケイトありがとうございます。いや、だといいよね、ガチでね。それな、秋がやばいのよ本当に、声がでもなんかその鼻水めちゃくちゃ出てるわけじゃないけど、でもなんか喉があれかも、喉が変かも。これ花粉だよ、この乾燥。花粉でこうなんの意味わかんないよね。あ、私の花粉引き受けてありがとうね、みんなに伝染させ。なおさんおはようございます。ちょっと待って、喉に来てうん、私もそうかもしれない。馬太郎さんおはようございます。なんか痛いとかじゃないんだけど、かさついてんなっていう気持ち、いつもとは違うなって感じですかね。仕事始まった、ありがとう、いってらっしゃい、また来てね、ありがとうみんな。痛くも痒くもないんだけど何かがありつく。ああ、花粉だねそれね。加湿してない、加湿器ないんだよね。ガウさん、ケイトありがとうございます。ねえ、加湿器さ買おうと思ってんだけどさ、買ってないまだ加湿器買います。なんかちっちゃくていいんだよね、部屋さでかくないから、ちっちゃくていいんだけど、ちょうど安くなっちゃう。あ、ガチ？マジ？探してみる。じゃあ早く買ってくる。加湿器すればいいんだね、アロマとか焚いちゃったりしてね。なんかさ、カビ生えそうで嫌なんだよね、加湿器狭すぎて家が。寝る前にタオルを、あー濡れてるやつ。でもそれで言ったらさ、洗濯物干してるから今めっちゃいい感じだと思うんだけどな。頑張れよ洗濯物乾けよ。そうしないと加湿器だって言って焼けるさ。加湿器のあんの、ちゃんと本当に本当にある、あるのかな、人工でシュッシュみたいな。ベックスさんおはようございます。こちらチラチラありがとう。せきゃきょうた紹介す加湿器でいいよじゃあ
ちびぞうさん、おはようございます。湿気すごいってことある？なんか熱気とかはあるじゃん、めっちゃ暑いとか。その部分的に湿気がすごいこととかあんだ。3日連続とか聞いてないさん、おはようございます。検討されてたとか言って、それないや、いいよいいよとかじゃないの。あーすごいおもろこれ。3日連続とか聞いてないさん、マフラーありがとう。いっぱいだと面白いね、マフラーって。タムヒロさん、おはようございます。おはようおはよう、イエイイエイイエイ。トールンさん、おはよう。あーみっちさん仕事行ってらっしゃい、ありがとうね、朝から気をつけてね、またね、ありがとう。和弘さん、おはようございます。編み物したことないの、しそうに見える？逆にしてると思う？マジ無理、もう分かんないもん、わけ分かんないもん。あー四十からさん、ハートの編み物ありがとうございます。ハニーさん、初見さん、おはようございます。ありがとうございます。朝から編み物したことないね。でもおばあちゃんとかがやってます昔から。でもね、ママの方のおばあちゃんはね、あんまり編み物とかしないです。あんまりってかしないです。パパの方のおばあちゃんが編み物してる、よく。なんか食器とか洗えるなんかやつ作った、こう丸とかさ四角とか何でもいいんだけど作ったりとか。仕事も違うから、またありがとう、忙しいのに。またね、そう、そういうの作ったりとか、あとなんかぬいぐるみみたいの作ったりとか、バッグとか作ったりとか、いろいろあります。髪の毛、でもさ、こういう感じじゃん編み物って。だからもうさ、その両手がさ難しそうだなと思って。リリアンって何？ポンポンキャダモンみたいなやつちょっと待って、リリアンって何？網で焼くものってどういうこと？雪国の年季ライダーさん、おはようございます。紐みたいなの編むやつ、え？今だって幽体生地から作るんでしょ、すごい。え、そうそうそう、すごいよね。ちょっと待って、そのリリアンってのめっちゃ気になるんだけど、何それ？あーこれ何ができんの？あ、でほん、あ、ほんと紐になるだけ？はい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 、うすご、やったことないです初めて聞いたし、今その見たことはあったけど、リリアンっていう名前は初めて聞いた。臭い果物、ドリアンすごい、ツッコミまでやってもらって、オジアでは流行ってた。ってか多分親が全然、ママとか全然興味ないから、編み物とか。え、でもマママフラー編んだことあるってさ。そう、でも私にはやらせなかったみたい。ミドピーさん、ヨシさん、おはようございます。哲司さん、おはようございます。おじやって編み物っていうかね、おじやは、ね、旗織りだから、こういうトントンみたいな、カチャカチャカチャトントンみたいなやつ。会社作るの、またね、ありがとう、いってらっしゃい、ファイト。豆腐屋てっちゃん、おはようございます。皆様おはようございます。あ
ありがとうございます。ルーム訪問よければフォローなどもぜひお待ちしております。 SNS もやっておりますのでぜひリンクよりお願いいたします。巻きの通り最近そういうのも やってみた方がいいのかな。牧師全然違うやん。これで牧師って読むのすごくない？どういうどういうあれで牧師って読めんのこれで。高平さんおはようございます。人の名前へえ。今日も可愛い。ありがとう。ありがとう。なんかさ爪が長いのがさ慣れなくてさうえーってなる。でも可愛いね。ネイルして正解だったね。取りたくなんないもんあんまり。ひささんケイトパシーンありがとうございます。ヨッシーさんおはようございます。というかそのネイル綺麗。え、ありがとうございます。そうよく見るとねハートなのよこの爪の先についてるの。ほら見えます？全部一緒なんだけどね自分でやったのよ。だからよく見ると汚いところとかあるんですけどね。まあいいんですよ。そう健康に爪を伸ばすためのネイルだからいいの。嬉しい、ありがとう。タッキーさんおはようございます。塩沢にある昔の建物風。へえ。塩沢ね、いかんなうーん。高弘さんマフラーありがとうございます。そんなところで体験できるんだね。え、何を何を体験したの？リリアンちょっと何何のことを言われてるか分かんない。ほんと寝ぼけてるわ。リリアンだよく見たら爪全体を綺麗な色でコーティングして。え、本当？そうなんかさ色味とさデザイン的になんかバレンタインみたいになっちゃったんだけど全然そういうつもりではなくシンプルなやつが良くてこれにしてみた。高見さんおはようございます。あ、塩沢紬なんてのもあんだ。おじやちじみみたいな感じだ。チーム自由さんおはようございます。だしのりさんこんにちは、おはようございます。いや本当に、ね、左右飲もうかな。かゆ寝ぼけまだ寝ぼけてるよね。わかる。やっと寝起き30分ぐらい経った。35分ぐらい経った。マックス315さんおはようございます。大王さんこんにちは、おはようございます。りこちゃんおはよう。ん、今日の会議で来年度タレビ。わー、そうなんだ。やっぱドキドキするもん。先生側ってさどういう気持ちなの？一応ドキドキはすんの。マックス的315さんケイトありがとうございます。としのりさん流れ星ありがとうございます。地元にそういう織物があって素敵ね。なんかあの絶対小学校とかの総合学習とかで結構勉強するかも。なんかその地元のそういうのとかなんて言えばいいの、あの歴史みたいなのを調べ学習とかやったりする。
この後寝る。寝たいけどそんなに寝れない。寝たとしても。 MS さんおはようございます。その前に今日の会議の議長だからそっちの方が、あ、なるほど、それは緊張するわ。そうなんだね。ももちさんおはようございます。 MS さん、ケイト、ありがとうございます。今卵って言っちゃった、やばい。起きて、ノー、頑張れ、起きろ起きろ、おはよう。あ、そっか、ジバパッドだから一人担任とかないし、クラス発表はなんとなく気楽。なるほどね。MJ エハさん、おはようございます。ニックネームさん、ハートありがとうございます。そっかそっか、では行ってきます。いってらっしゃい、ありがとうね、頑張って議長。いってらっしゃい。いいね、いいね、いいね。二度寝したいけどあんま寝れない。今日松パ行くねん私。松パもうやばいから、まつげボソボソ。頭起きてないもん、マジ本当。なんかさ、上がってるところは上がってるんだけど、やっぱり下がってる。マツパ行ってくんだよ今日は。日ずらしてんの面白いでしょ。なおじさんおはようございます。時間ありがとうございます。まつげいっぱい入ってる、まつ育してるもん頑張って。でもね、もともとね毛量多い、多分私下まつげとかめっちゃ多いもん、ほら濃い。そう、でも長さはめっちゃ美容液で頑張った。けんちゃんおはようございます。あと2分しかないぜ。謎やばい。きみぞらさん、ケイトありがとうございます。昨日との清さにやられながらお仕事してきて、あー、体調崩さないように無理せず。いってらっしゃい。地毛って何？食毛ってこと？地毛だよ。まつげね、早く上がれ上がれ。おもちさんハートありがとうございます。あ、やばい、9分だ。はい、次は20時からちょっと時間空きますが、夜なのでまたぜひ遊びに来てね。午後会議だけど、午前は何もないから、もう寝過ごさないでね。みんな朝からありがとうございます。忙しい時間帯にありがとうね。またお待ちしております。それじゃあまた夜ね、おやすみ。またねー。